今日は2月9日木曜日です。2月9日といえば1989年にやってたファミリーコンピューター用ワイヤンランドが発売されました。ワイヤンランドはその当時アーケードで開発したおしゃべりゲームにワイヤンというものがあって、それをアクションゲームにしています。で、ワイヤンランドといえばボスバトルです。ボスとの戦闘はアクションではなく神経衰弱やしりとりで戦います。そのしりとりがね、私は大好きなんですよ。ロケットの絵が描かれた画面をロンに使えばロケットになるんですけど、ミーの時に使うとミサイルになるのか、トーの時に灯台を選ぶと灯台になるんですけど、ウンの時に灯台を選ぶと海の道しるべになってしまう。ご興味があれば飛んでみてください。コハー。